ヨハン・ラベルタユリー・エニー・フォンベスト・ファーレン、または、エニー・マルクスは、ドイツの思想家、カール・マルクスの妻である。エニーの肖像画をあしらった、東ドイツの記念日って、1964年父ルートビヒ・フォンベスト・ファーレンは、トリーヤの成長で、3時間を務めていた貴族だった。エニーの腹違いの兄・フェルディナント・フォンベスト・ファーレンは、後に、プロイセンライム大臣を務めている。 エニーは、マルクスの姉の友人で、マルクスとも幼馴染みであった。1836年、マルクスと婚約。1843年6月に結婚した。父ルートビヒは自由主義的な人物で二人の婚約に反対しなかったが、兄フェルディナントは、保守的な貴族主義者だったので、マルクスとの結婚に反対していた。他の親族も反対するものが多かったが、 ェニーの意志は変わらなかった。これについてマルクスは、私の婚約者は、私のために、最も苦しい戦い、天上の首都ベルリンの主を崇拝する信心深い、貴族的な親類どもに対する戦い、を戦ってくれた。そのためにほとんど健康も害したほどであると述べている。同年10月パリに移住。1844年5月、長女ジェニーを出産。 1845年9月、次女ラウラを出産。1847年1月、長男エドガーを出産。1849年8月、ロンドンに永住。同年9月、次男ヘンリー・エドワードガイを出産したが、翌1850年11月溶接。1851年3月、三女フランチェスカを出産したが、翌1852年4月溶接。 この頃から数年間、一家は極貧生活を送った。1855年1月、四女エリノワを出産。同年4月、長男エドガー溶接。1881年12月2日、肝癌のため死去。去年67。1883年1月、長女ジェニー死去。同年3月14日、マルクス死去。夫妻は、 ロンドンのハイゲート墓地に葬られている。ありがとうございます。